FM ギノワをお聞きの皆さん、こんにちは。10月17日月曜日、サザンブリーズのお時間です。 FM ギノワのスタジオを飛び出してトロピカルビーチにあるサテライトスタジオより、この後午後4時まで生放送でお届けいたします。ということでですね、本日もトロピカルビーチに来ているのですが、トロピカルビーチで泳いでいる方は本日はいませんね。先日の茶壇でサメが目撃された情報によって、トロピカルビーチも本日もまだ遊泳禁止となっているので、ちょっとビーチは寂しい感じですね。でもビーチパーティーをしている人とかがちらほらいらっしゃるので、まあ聞いていただければと思います。そしてですね、先日の土日にそのトロピカルビーチでもビーチサッカーの全国大会が行われていたみたいで、それの片付けという片付けで、やっぱりこう鉄骨を運んでいる作業員さんの方とかが多く見られましたね。皆さんお仕事を頑張ってください。ということでですね、本日のテーマはですね、何しようかなと考えていたのですが、本日のテーマはあなたのおすすめ絶景スポットということで、もうだいぶ世間様は秋になってきたみたいで、なんかよくテレビのニュースとかでは紅葉の時期とか聞くのでね、四季折々によって変わるこの絶景スポットとか、皆さんの絶景のスポットをお待ちしています。なぜこのテーマにしようかなと思った理由は、私先週末土日金土日で少し宮古島に行ってきたんですよ。でいつもは宮古に行くのはお正月の時期とかにおばあちゃんたちに会いに行くんですけど、今回10月に行って天気がとっても良かったんですよ。いつもはなんかやっぱりお正月冬の時期なんで天気があんまり良くないんですけど、今回はすっごく天気が良くて晴天で、ここぞというばかりにいろいろな観光地を回ってまいりました。でいろんな観光地を回ったんですけど、特に良かったのが宮古島から橋で渡っていける池間島っていうところ、池間大橋という全長1425メートルでの橋を渡っていける周囲10キロメートルの島があるんですよ。でそちらに行ってきたんですけど、そこから見えるもう海がすっごく綺麗で、もうぜひぜひここはもうその宮古島に来たら一度は行ってほしいと私がすごく思ったの で、皆さんにもやっぱそういうところがあるんじゃないかなと思うので、皆さんから そのおすすめの絶景スポット、ここに行ったら必ずここに行ってほしいっていう場所があるあればぜひぜひお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com まで皆さんからのメールメッセージお待ちしております。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。また携帯のハイムルラジオ、リッスンラジオからも、リッスンラジオは音楽も一緒に楽しむことができますので、そちらもお楽しみいただければと思います。それではまずはオープニング曲をお聴きいただきたいと思います。ではこちらをお聴きください。はい、ということで、エコザイルさん、ゆかりん、ハロハローということで、ハロハローです。で、チャラい AKP ファンさん、ヘイユ、ゆかりん、こんちーすということで、こんにちは。サメ、ぜひぜひサメを釣って退治して泳げるようにしてください。待ってますよ。
そうですね、本日のテーマ、あなたのおすすめの絶景スポットを教えてということで、皆さん結構ツイキャスとか見てると県外の方だったりとか、まあ、沖縄県内の方とか宜野湾市内の方とかいろんなところに住んでる人がいると思うんですけど、その中でね、もし自分の地元に来たらここに来て行ったらもう間違いなしっていう場所だったりとかね、その自分が今まで行った観光地の中とかでもうここはすごかったよとかめっちゃ良かったっていうのがあればぜひぜひお待ちしております。そうなんです、私先日金土日でちょっと所用で宮古島に行ってまいりまして、すっごい2年ぶりぐらいかな、久しぶりに行ってきたんですけど、いやー、なんかサトウキビ畑が本当にたくさんあるんですよ、宮古島。なんかだんだんこう自分で運転してると迷ってしまい、どこに行けばいいのかも、でも右見ても左見てもサトウキビ畑なんですよねですっごい迷ったんですけど、でもこうずっと進んでいくと、まあ海に出るだろうとという感じでずっと運転してました。大丈夫でした、海にちゃんとつけたんで、そこからお家にてか泊まる場所には戻れました。そうですね、でも私こう前にもなんか話したと思うんですけど、すっごい旅行が好きなんですよ。いろんなところにね、もっと観光に行きたいんですよ。沖縄県内だけじゃなくて県外とかのなんかいろんなところに行きたくて、でもね、その飛行機に乗ったりするとすごいお金かかるんで、お金が貯まったらいろいろ回りたいんですけどね
はい、時刻は3時11分を回りました。この時間は宜野湾市内のお天気、道路交通情報をお伝えしていきたいと思います。まず本日17日のお天気は北東の風、晴れ、昼過ぎから夕方にかけて曇り、ところにより雨で雷を伴う予報です。波の高さは 2.5 メートルのち2メートル、うねりを伴います。降水確率は夕方の6時までが 30%、 夕方の6時から夜の12時までが 10% となっております。日中の最高気温は31度です。明日18日のお天気は北東の風、晴れ、明け方まで曇り、波が2メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴う予報です。今日も明日も最高気温が31度ということで暑い日が続きますので、皆さん熱中症には十分気をつけてください。沖縄本島地方では17日夕方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。本島中南部と本島北部の沿岸の海域では17日夕方までうねりを伴った高波に注意してください。続いて交通情報をお伝えしていきたいと思います。まずは高速道路から、沖縄道を上り、沖縄道上り池江サービスエリアから夜間インターチェンジのが工事中のため、一車線規制になっております。また沖縄道上り金インターチェンジ付近から金インターチェンジまでが工事のため追い越し車線が規制されております。続いて沖縄道下り龍大バスストップ付近では、工事のため規制中となっております。そちらを利用される方は十分気をつけて運転していってください。続いて一般道です。本日一般道は、国道330号線南行き、宜野湾上原から宜野湾志摩市行きが設置工事のため一車線規制となっております。続いて、国道58号線宜野湾、宜野湾方面南行きが、宜野湾市老人ホーム前から、宜野湾市大山7丁目までが植栽作業のため一車線規制となっております。で、国道330号線、ガネコから普天間行き、普天間からガネコ行き、両車線が、一車線規制となっておりますので、皆さんそちらをご利用される方は十分気をつけて運転していってください。以上、お天気、道路交通情報をお伝えいたしました。はい、ということでツイキャスも来ていますので、そちらも紹介していきたいと思います。まず最初にエコザイルさんから、ゆかりんハロハローということで、ハロハローです、こんにちは。続いてチャライ AKB ファンさんから、ヘイユー、ゆかりんこんち、ゆかりんかわいぜ、サメ釣りたいっす。あ、ぜひぜひこちらに来てサメを釣って、早くトロピカルビーチを泳げるようにしてください、お願いします。なんですよね、先日のニュースで茶壇の方でサメを釣った方がいらっしゃるみたいなんですけど、それでもやっぱり全部で今まで発見されたのが4匹のサメが発見されているということで、そのまだ他にもいるとの情報なので、そのサメが全部捕獲されるまでは多分トロピカルビーチも泳げないのかなと思いますので、ぜひぜひチャライ AKB ファンさん、サメを釣りに来てください。ということで続いて、ジグナスさんから、ゆかりさんこんにちはということで、こんにちはです。本日のテーマはですね、あなたのおすすめ絶景スポットとしまして、皆さんのここがいいよっていうおすすめスポットをね、ぜひぜひ募集しています。こう FM ギノワのラジオね、ツイキャスとかユーストとかいろんな形で配信してるんですけど、それを見てると結構県外の方も聞いている方が多いので、もし
自分の地元、自分の住んでいるところに来るんだったらここおすすめだよっていうところがあったらぜひぜひ教えてください。皆さんからのメール、メッセージお待ちしています。で、沖縄県、沖縄も割とね、その観光客の方がすごい多いので、いろんなおすすめの観光地があるんですよね。私今日調べてきたんですね。沖縄、この県外の人からしたら沖縄ってどこ行くのかなっていうのを、ね、いっぱい沖縄、この海のない場所から来た人とかだったらやっぱり青い海を見たいなということで、いろんな海を見に行ったりしたり、でも沖縄海だけじゃなくて山もあったりと、結構いろんな観光地があるので、どこがおすすめなんだろうと思って調べてみたんですよ。で、その調べてたら10月のおすすめ沖縄の自然絶景ランキングというのがありまして、あの旅行の情報サイトジャランさんがやっていたんですけど、その沖縄の自然絶景ランキングで1位が、郡島。沖縄本島から橋を渡っていける場所なんですけど、郡島は沖縄本島北部にあるエメラルドグリーンの海に囲まれた小さな島です。2005年に隣の矢梶島との間に郡大橋が開通し、車で行ける離島となりました。で、橋を渡る際にはウチナーンチュも絶賛するほど透明度が高い海の間を通り抜けることができ、その景色の素晴らしさからたくさんの観光客が訪れる島となっています。ということで、そうですね、私もこう割と友達とかに、県外の友達とかに沖縄に行くんだったらどこがおすすめって聞かれたら一番にここを答えますね。郡島は本当にいいです。この沖縄の有名な観光地の美ら海水族館とか行くついでにこう寄れちゃう場所なんで、本当に沖縄に来たらぜひぜひ郡島には訪れてほしいですね。で、続いて第2位がカビラ湾。こうあのピンとこない方もいると思うんですけど、カビラ湾っていうのは、日本百景にも選ばれている場所でありまして、石垣島のナンバーワンスポット、ナンバーワン観光スポットとなっています。石垣島のちょっと北の方にあるんですけど、太陽の光によって次々と色を変える海の色、遊泳は禁止となっているんですが、グラスボートで海の中の美しいサンゴを観察することができるとして有名なんですよ。で、こちらカビラ湾は私も何度か訪れたことはあるんですけど、カビラ湾はあの真珠の養殖などもやっていて、結構その養殖場を見れたりとか、本当にあの泳げはしないんですけど砂浜まで行けるんで、割とその砂辺で楽しんでいる方とかもいらっしゃるんで、ぜひぜひ石垣島に行ったら行ってほしい場所の一つですね。で、そして第3位は竹富島。こちらも石垣島の中にある八重山諸島の島の一つでして、これ、白い砂浜、白砂の道、赤瓦の屋根、石垣とブーゲンビリアといって、竹富島は石垣島から高速船で約10分の沖合に浮かぶ、周囲約9キロメートルの小島となっています。そうですね、石垣島からすごいこの船で10分といった気軽に行ける島なんですよ。で、国の重要伝統的建造物としても選定されていて、本当に赤瓦などがたくさん並ぶ素敵な島なんですよね、竹富島。で、続いて4位が石垣島、5位が西表島と、なんか割と八重山諸島が占めていました。でも最近その八重山諸島に行くにも関西とかからでしたらピーチとか行きやすくなっているので、皆さん機会があったらぜひぜひ、そうですね、沖縄本島の人は飛行機で1時間ちょっとで石垣島までには行けるので、ぜひぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。それではですね、またここで1曲おかけしたいと思います。続いての曲は美和のミラクルです。どうぞ。
はい、ということで、キキマルさん、こんにちは。沖縄の海というと大抵が離島か西海岸を進められる気が、東側の海の魅力何かないでしょうか。東側です。お、ちょっと調べてみますね。で、たちゃんさん、こんにちは。こんにちは。後ろ洗濯物、違いますよ、これ洗濯物じゃなくて、今ですね、放送している場所から場所の売り物となっています。はい、ということで、FM ギノワンのサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。ということで、本日のテーマはあなたのおすすめ絶景スポットということで、皆さんからのおすすめ絶景スポットをお待ちしています。ということでですね、ツイキャスにもコメントが来ていますので、そちらを紹介していきたいと思います。と、まずキキマルさんから、沖縄の海というと大抵が離島か西海岸を進められる気がする。東側の海の魅力何かないでしょうか、ということでキキマルさんからいただきました。で、続いてそのライアンさんから、この週末辺戸岬に行ってきました。私はお昼に行ったのですが、辺戸岬といえば朝日、東向きの大自然が魅力です。キキマルさんぜひ、ということでキキマルさんおすすめされていますよ。辺戸岬いいところですので、ぜひぜひ。他にもですね、沖縄の東海岸といえばうるま市の方も、東海岸側になるんですかね、うるま市の方にある、海中道路は全長約5メートルで、すごい沖縄本島からいろんな島に、いくつですかね、4つぐらいの島にその橋を渡っていくことができるので、東側そちらも有名ですよ。ぜひぜひ。この離島っていうと割とこの船で行かないといけないっていうイメージが強いかもしれないんですけど、こうやって見るといろいろ沖縄本島からでも船ではなく橋を渡って行くことができる島っていうのは割と多くあるので、ぜひぜひキキマルさん行ってみてください。そしてですね、たっちゃんさんから、こんにちは、ということで、こんにちは。後ろのものは洗濯物ということで、いえいえ、こちらはですね、このサテライトを放送していますところで売られてあります、宜野湾市の県産品とかなどをこちらで売っているので、ぜひぜひ商品ですので、またサテライトスタジオを見に来ながら、こちらの売店にもぜひぜひ寄ってみてください。ということでですね、メールも届いていますので、そちらも紹介していきたいと思います。と、まずはゆかりんちゅ、エコザイル出すよということで、エコザイルさんありがとうございます。絶景スポットね、まずは都の海でしょう。都の海は透明度は世界でも上位に入るって聞いた時があるからね。そして岐阜に行ったら、金火山でいいのかな、これ。岐阜に行ったら金火山の夜景綺麗だよ。とりあえず一昨年の11月に都に帰った時に、地元の長北部落の与那浜の海を撮ってきたから送るね。じゃあ後からや、ということで、エコザイルさんからすっごい綺麗な海の写真が送られてきています。皆さんにお見せできないのが残念なんですが、やっぱり宮古の海って私もよくお聞きするんですけど、本当に透明度がすごいんですよね。沖縄の海っ
でどこも透明度が綺麗なんですけど、その中で群を抜いて本当に綺麗なんですよ。もうエコさんおすすめの都の海ですよ。皆さんぜひぜひ行ってみてください。本当にでも世界でトップ、世界で上位に入るほどっていうことはもう皆さんぜひ行くべきですよ。そしてですね、岐阜にある金華山というところの夜景がエコさんのおすすめということで、金華山先ほどちょっと調べてみたんですけど、夜景が美しいことからデートスポットとして県外から訪れる客、観光客も多いということで、岐阜市のシンボル的存在で市民のランドマークや憩いの場となっているみたいです。なんか写真で見たら、市内の本当に周りに町があるんですけど、その真ん中に山が立っている感じで、多分そこからなので周りが市内ということで多分明かりが多いので綺麗に夜景が見えるんではないかと思います。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。私もちょっと岐阜に行く機会があったら行ってみたいなと思います。で続いてもう一個メールが来ているのでそちらも紹介したいと思います。ヘイユーゆかりんサザンブリーズをお聞きの皆さん、こんちーす。俺もサメついたいぜ。じゃテーマに行くなということで、チャライ AKB ファンさんからありがとうございます。テーマ、あなたの絶景、あなたの好きな絶景の場所は。俺の関西の絶景のおすすめ場所はね、箕面公園の紅葉を見ながら箕面の滝を見たら最高っす。以上だということで、ゆかりんここで整いました。いい天気の絶景とかけまして、風邪をひいた時の扁桃腺と解きます。その心は晴れて見える。以上だということで、喉が晴れると天気の晴れるをかけて晴れて見えるということで、チャラい AKB ファンさんありがとうございます。そうですよね、チャラい AKB ファンさんは関西の方ということで、箕面公園、関西では有名な公園なんですかね。箕面公園の紅葉がすごい素敵ということで、そしてまた公園から見える箕面滝を見たらすごいいいということで、そうなんですか。でもそろそろもう紅葉の時期に当たりますもんね。なんかテレビとかではそろそろもう北海道の方は紅葉されてるみたいで、やっぱり紅葉の時期、沖縄もみじって見ないですよね。紅葉あまり見ないので、そういうのを聞くとすごい憧れますね。ぜひぜひ関西に行く機会があったら見てみたいと思います。ありがとうございます。ということで、ここでですね、 FM 宜野湾よりお知らせをお伝えしていきたいと思います。 FM 宜野湾よりお知らせです。第6回世界のウチナンチュ大会2016内のプログラム、沖縄県文化協会主催シマクトゥバ片やびら世界大会が10月28日金曜日14時から16時パレット市民劇場パレットくもじ9階で開催されます。世界中から集まったウチナーンチュがシマクトゥバで沖縄への思いを語ります。第1部ではシマクトゥバでのスピーチ、アメリカ、ブラジル、ボリビアなど5、6カ国から10人ほど出場いたします。そして第2部ではシマクトゥバ創作郷土劇場が行われます。入場は無料となっています。日本語英語の字幕付きです。シマクトゥバ手ぬぐいをのプレゼントもついているみたいなので、皆さんお誘い合わせの上ぜひぜひお越しください。そして続いてですね、リスナープレゼントのお知らせをいたしたいと思います。 3D ホラー映画仮眠中残の末裔のご招待券をリスナーさん3名様にプレゼント、リスナー様3名にプレゼントいただきましたので、そちらをリスナープレゼントとして募集したいと思います。10月22日からシネマライカムサザンプレックスにて上映開始の 3D ホラー映画仮眠中残の末裔を、リスナー様3名にプレゼントいたします。 FM 宜野湾に取りに来た方に差し上げます。こちらはなんと早い者勝ちということで、皆さんぜひぜひこれ気になるなという方は皆さんぜひぜひFM 宜野湾に取りに来てください。
続いてですね、羽衣パークマネージメントからのお知らせです。2016キッズウォータープログラムを開催いたします。キッズウォータープログラムでは、海という自然の遊び場を最大限に生かし、溺れないため、事故に遭わないためにはどうしたらよいのか、子どもたちが自身で考える能力を養うプログラムを実施いたします。日時は残りあと1回となりました。11月23日水曜日の祝日となっています。対象は4歳以上、すべてのプログラムでライフガードが同行いたします。大人の参加、親子での参加も大歓迎です。受付はトロピカルビーチ内の売店入り口にあります。申し込み用紙を記入の上、ファックスにてお申し込みください。詳しくは羽衣パークマネージメント、電話 098-890-0881 098-890-0881 までお願いいたします。募集人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。ということで、以上 FM ギノワンよりお知らせをお伝えいたしました。それではここで1曲お聴きください。どうぞ。野の中の銀のホタルさん、こんにちは。このぬちはゆかりんということで、このぬちはです。キキマルさん、ヘド岬、沖縄本島の、北端ですよね。ありがとう。ライアンさんありがとうございます。チャライケビーさん、ファンさん、メール、はい、読みました。すいません、ツイキャス止まってましたね。申し訳ないです。でもちゃんと箕面公園行ってみます。ありがとうございます。ということで、風の詩、木村さん、お茶ということで、お茶をいただきました。ありがとうございます。
はい、ということで FM ギノアのサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。本日のテーマはあなたのおすすめ絶景スポットということで、皆さんのおすすめ絶景スポットを聞いています。ツイキャスでもコメントが来ていますので、そちらも紹介していきたいと思います。ということで、野の中の銀のホタルさんが、このうちはゆかりんということで、このうちはでございます。続いてききまるさんから、ヘド岬本当の北端ですよね、ありがとうありがとうライアンさんということで、先ほどライアンさんがヘド岬いいですよとおっしゃっていたので、ヘド岬はそうですね、朝日がすごい魅力的なんですよ。なのでききまるさん、ぜひぜひ行ってください。で、風の詩木村さんからお茶をいただきました。木村さん、お茶をありがとうございます。でメールも来ているので、またそちらも紹介していきたいと思います。とゆかりんこんにちは、ラジオネーム銀紙の貴公子です。お、初めましてですね。銀紙の貴公子さん、初めましてです。と私が感動した絶景のスポットは、ドバイにある世界一高いビルのブルジュハリファの展望台から見える夜景ですね。一体どれぐらいの電気代を使っているんだよってなりましたね。あと夜の FM ギノワンから見える茶壇の夜景ですね。それでは最後まで千張りようということで、ありがとうございます。あ、でもあれですよね、ドバイのその夜景っていうのはすごい有名ですよね。よくいろんなテレビでやってるこの世界の絶景スポットみたいなやつに、割といつも上位にこのドバイのあれは入ってますよね。私も一度見てみたいな。ましてや世界一高いビルから見る夜景っていうのはどんなもんなんでしょうね。こう銀紙の貴公子さんが書いてる FM ギノワンから見える茶壇の夜景も本当に綺麗なんですよ。 FM ギノワン少し高台の方に立ってまして、この FM ギノワンから見える外の風景って言いますのが、こう高いそこ FM ギノワン そのスタジオよりも高い建物が目の前にないので、そこから見える景色に何も邪魔するものがないので、本当に一面に綺麗に見えます。なのでぜひぜひ皆さん見てください、ね、ぜひこの FM ギノワンに来て夜景も見ていってくださいということで、あ、エコザイルさんからゆかりん多分銀髪、あ、読み方を間違えていたということですね。すいません、失礼しました。銀髪の貴公子さんということで、すいません失礼しました。銀髪の貴公子さんでメールありがとうございます。で、チャラい AKB ファンさんから、いつも俺のメールが読まれたらツイキャスが切れる、あ、すいません切れてましたね。ちゃんとつなぎ直したんですけどね。でも大丈夫です、ちゃんとメール読みましたので、美濃公園の紅葉ぜひ皆さんも見に行ってください。そして私もいつか見に行ってみたいと思います。それこそ AKB さん、チャラい AKB ファンさんが見に行ったら、ぜひぜひ写真見せてください。楽しみにしています。やっぱりおすすめのスポットというので、うまく写真を撮ってきて FM ギノワンまで送ってきてください。そしたらそれの感想をまた私がここで述べたいと思いますということですね、このおすすめの絶景スポットってやっぱりこうガイドブックとかに載っているものっていうの、そこに行くっていうのもやっぱりいいんですけど、なんか自分で運転しててふって入ったところに自分のなんか好きな景色が広がってたっていうのもいいですよね。私もこう割とこの運転ドライブする時とかって、目的を決めずに走っていくことって多いんですよね。目的を決めずにこう走ってて、あ、ここ曲がってみようかな、行ったことのない道だしと思って曲がってみたら、なんか実はこう例えば今まで分かんなかったお店があったり、景色が広がってたりとか、すごいそういうのって楽しいですよね。なのでぜひぜひ皆さんもなんかいろんな絶景スポットとかおすすめの場所とか探してみてくださいね。ということで本日ね、絶景スポットとか掲げてるんですけど、まあその先ほどいただいたメールみたいに FM ギノワンから見える夜景は本当に綺麗なんですよ。なんでぜひ来てください。そしてこのトロピカルビーチも今日はね、お天気がすごいいいので、
青がさらにいつも以上に綺麗になったブルーが見えますので、今からでも多分間に合います。そして夕日が落ちる頃もきっとまた海の色がね違う風に変わっていていいと思うので、ぜひぜひ皆さん FM ギノワにも、そしてサテライトの方にも遊びに来てくださいと、野中の銀のホタルさんから絶叫スポットと来てるので、違います、絶叫じゃなくて絶景スポットです。おすすめのこの景色がいいっていう絶景のスポットです。絶叫じゃありませんのでということで、まだまだ皆さんからのメールメッセージお待ちしております。それではね、ここでまた一曲お聴きください。ということで、絶叫じゃなくて絶景スポットです。素敵な何かスポットありますかね。先ほど紹介したみたいに古宇利島は本当にいいとこですんで、ぜひぜひ。ぜひぜひ行ってみてください。他にもね、このおすすめスポットの中にあった石垣島は本当にいいとこです。私出身が、何度かお話してると思うんですけど、出身が石垣島なんですけど、石垣島は本当に海も綺麗だし、また自然も豊かだし、そこからまた船に乗ってこう美ら山の観光、美ら山のロケ地だった小浜島だったり竹富島だったり、いろんな島に行けるのでね、そういうところすごいおすすめです。ぜひぜひ。
はい、ということで FM ギノワよりサザンブリーズをお届けしております。本日のテーマですね、皆さんのおすすめの絶景スポットということで、さっき音楽を流している間に、じゃあギノワン市の絶景スポットはどこなんだろうと思って調べたら出てきました。ギノワントロピカルビーチだそうです。ギノワン市の西海岸に位置するトロピカルビーチは、白い砂浜に青い空、その名の通り南国ムードが流れるトロピカルなビーチで、数々の、設備も整っているので、そのビーチ、最高のビーチとなっていますということで、そうですよね、那覇空港から、そう、例えば観光客の方とかだったら空港からでもすぐに宜野湾市のこのトロピカルビーチは来やすい場所なので、ぜひぜひ遊びに来てくださいということで、ツイキャスも来ているのでそちらも紹介したいと思います。とエコザイルさんから、東海岸は名護から、東村にかけて絶景スポットが結構あるよということで、ひきまるさん、そのよ、ひきまるさん、そうだそうですよ、東海岸、名護から東村にかけて絶景スポットがたくさん広がっているみたいなので、ぜひぜひそちらも行ってみてください。で続いて、チャライ AKB ファンさんから、ゆかり箕面公園に連れてったるわということで、あ、先ほど私が箕面公園も行ってみたいなという話をしていたんで、そうです、私大阪の方にも住んでいたんですけど、箕面公園には行ったことがないので、ぜひぜひ行く機会があればそちらの方にも連れて行っていただきたいですね。あ、続いて銀の中、の中の銀の蛍さんから、東村の県道70号線大泊橋福地ダムの放流地、絶景&絶叫スポットということで、の中の銀の蛍さんは絶景スポットと一緒に絶景スポットも教えてくださいました。福地ダムの放流地を絶叫スポットということで、またそちらも皆さん絶景と絶叫が楽しめる場所、東村の方にあるみたいなので、ぜひぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日のサザンブリーズ、あなたのおすすめの絶叫じゃなかったです、絶景スポットということで、皆さんからたくさんメッセージ、メールメッセージいただきましたね。なんか聞いてた方で、あ、ここ気になると思った場所があったら、皆さんぜひぜひ行ってみてくださいですね。私のおすすめは宮古島の海も良かったんですけど、やっぱり自分の出身地である石垣島の海も、石垣島もこう船でいろんな島に行けたりするので、そちらもおすすめですので、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日月曜日のサザンブリーズを担当いたしました FM ギノワンのスタッフ根間ゆかりがお届けしました。皆さん、この後も FM ギノワンの放送をお楽しみください。それではまた来週、ありがとうございました。あ、チャライ AKB ファンさん、ゆかりんお疲れ様でしたということで、拙い放送ありがとうございました。お聞きいただき、で、キキマルさん、皆さんありがとう。本島北部東側にある絶景があるのですね、覚えておきますということで、ぜひぜひキキマルさんも行ってみてはいかがですか。で、野の中の銀のホタルさんもお疲れということで、ありがとうございます。